皆さんこんにちは。私は東京音楽大学の修士課程1年に在籍している千葉マリンです。大学ではピアノのレッスン、ソルフェージュの授業、室内楽やフォルテピアノの授業を受けています。私はもともと仙台出身なんですけど、東京音楽大学に入学するタイミングで東京に引っ越して、現在は一人暮らしをしています。今回は地元仙台でコンサートをさせていただけることをすごく嬉しく思っています。今回はバッハのパルティータ5番、ショパンのソナタ第2番、アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズの3曲を演奏します。偶然にもバッハとショパンというプログラムになりましたが、ショパンはバッハをとても尊敬してて、バッハの音楽が大好きだったというお話があるので、今回はなかなか関連性のあるいいプログラムになったんじゃないかなと思っています。今回のメインとなるショパンのソナタ第2番は、第3楽章にとても有名な早々行進曲が使われていることから、早々とも呼ばれています。この3楽章だけは聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ぜひ全楽章を通して聞いていただけたらと思っています。プログラムのサブタイトルにある通り、どの曲も名曲ですので、皆様には楽しんで聞いていただけたらと思っています。7月終わりの暑い時期ですが、皆様とお会いできましたらとても嬉しいです。ぜひお越しください。